おお金と宇宙のの不思議な法則畑山さんの本より抜粋ししてお届けします法則潜在意識は最後の言葉を実現しようと動く経済状況が変わらない引き寄せの法則がうまく活用できないそんな人には明確な理由があります。 1, 1潜在意識は善悪の判断や方向性を持たない方向性とは自分か他人かという認証のことです2潜在意識は最後に命令した言葉や意識に基づいて自動的に動き出す心の中での本音のつぶやきも含みます 変わらない人うまく活用できない人はこの2つを理解していませんあなた自身の口癖や思考癖を振り返ってみてください「貧貧乏乏暇なししででで忙しい毎日す。す。今は貧乏です〇〇円のお金が入ったら旅行に行こう」 今は,お金,はないんですお金があるだけが幸せな人生じゃないしお金は悪ですからこれは今は貧乏今はお金がないお金は悪というイメージを自分の潜在意識に絶えずすり込んでいる状況です。 すると潜在意識は「お金がない」と読み取りお金がない状況を固定化します生きる上でお金は必要だしお金自体が不浄なものではありませんお金を稼ぐことも悪いことではありませんむしろたくさんの豊かさを受け取って必要な人や周囲の人々へと還元し 大きく循環させることで、自分も他者も豊かになることが大切なのです。言葉や意識を変えると、潜在意識は、お金や豊かさを得るための実現に向けて動き出し、例えば、経済状況が良くなるために必要な素材を引き寄せ始めます。そこで、なかなか結果が出ないと、 やっぱりダメだなと言いがちですが、潜在意識は自分が口にした最後の言葉、つまりこの場合だとダメを実現しようとしますので、現実的にダメな結果を引き寄せます。ここで注意してほしいことがあります。自分が豊かになることをイメージし、 度胸のように良くなる良くなると毎日唱えるだけでは経済状況は改善されません唱えてじっと待つのではなくどんなに小さなことでも自分ができる範囲での行動を起こすことここが重要なポイントですするとその一歩一歩の行動に対して潜在意識が誘導します 行動自体が間違っているのなら方向転換の舵を切るように誘導してくれますし正しい選択であればその行動がさらに良い方法を指し示し豊かさを得ることを加速させてくれます豊かさの制限を取っ払いスケールを大きくしたいときには普段財布に入っているお金を意識して増やしてみる こともおす,すめしますいつも財布に5,000円くらい入っているという人ならその倍の1万円を1万円くらい財布に入っているという人ならその倍の2万円を財布に入れれますこれであなたのリミッター制限枠が外れます。 豊かさを受け取るスケールを大きくしたのです。なぜそうなるのかは波動の法則を思い出してください。自分もお金も波動を出しています。五千円には五千円の波動が、一万円には一万円の波動がそれぞれ引き合います。自分が望んでいるスケールのお金という周波数が それとと同じだけのの周波波数を出す波動と合致するのです。動合致るで入ってくるお金が増え始めたら他者の豊かさ世の中への貢献という形でいい使い方をしてください愛と思いやりを持って心からの喜びを持ってお金を社会にどんどん循環させてください必ずまた、 あなたのもとにお金が還元されます嘘だと思っていますか一度試してみてくださいこの世の法則が身をもって体験できますよお聞きいただきありがとうございます畑山甲さんのお金と宇宙の不思議な法則いかがでしたか ぜひ手に取ってこの本お読みくださいね青空エリネチャンネル登録どうぞよろしくお願いします